ガソリン代ね、なんか高いみたいですね。もうガソリン代のこと気にしてたら、私が買ったような車は買えないですね。吉谷さんも同じですけども。もうすでに移動手段ではなくて、なんか大げさに言えばね、生きる意味なんですよ。その、この車が絶対いるっていうのは。あの、車じゃなくてもいいんですよ。アニメグッズでもいいし、石原裕次郎でもいいし、家族であれ何であれね。これがあるから俺なんだと思えるものを持ってるのはそんなに悪いことじゃないかなと思いますね。むしろはっきりしてていいんじゃないかなと思いますよね。誕生日プレゼントに困んないでしょ。で、私がね、あの車欲しいなってブツブツ言ってるのを聞いたら、じゃあプレゼントにこれあげればいいんだって。わかりやすいと思いますからね。まあ、大和くんはね、今ね、口が聞けないんで、まだ十分。何が欲しいかってわかんないんですよ。なんかヨーグルトのことをね、グルト、グルトとかね、もう一回、もう一回とか言ってね、おかわりのことを言うんですよね。そのぐらいのことは喋れるようになってきました。うん、でね、今回の動画のちょっとテーマなんですけども、もう私は小さい人間ですと。で、どう小さいのかっていうと、お金が全てじゃないって言葉あるでしょ。あれは私もね、確かにそうだなと思う部分があるんで、それをもとにお話ししますけども、所詮私が解決すぎる問題ってのは金で片付く問題なんですよ。だから私は大したことはないなと思いました。だからね、お金が全てじゃないよって言われたらそうだよねって、所詮お金が解決できる世界のことしか私には分からないです。いやー、小さい人間だよっていうふうにね、これ嫌味に聞こえるかもしれませんけども、半分嫌味なんですけど、半分はね、回答の出てない自分へのやっぱり叱咤激励なんですよ。これはじゃあお金じゃない、お金では解決できない問題っていうのが確かにあるけども、それっていうのは何なんだろうと。そしてお金で解決できないとしたら何で解決するんだろうと思うんですよ。いかがですかね。お金で解決できない問題は何で解決すればいいんでしょうか。いってらっしゃい。